日本人メンバーでーす。皆さんびっくりしましたよね。さっきあのおねぶとリンヌンとキミルジョンどうでしたか？良かったですか？ありがとうございます。私たちがオンリーワンのために私たちがよい頑張って準備しました。アイリーのアイリーゼロの時に私たちがミッションの曲でこの曲を準備してたんですけど、その時よりやっぱりなんか一つのチームみたいに見えるっていうか、なんかもうちょっと私たちが一つになってアイリーワンって感じでなんか団結力を見せられたと思います、はい、そうですね。やっぱりデビュー前とデビュー後とはちょっと何やろな、チームワークが高まったような気がします。久しぶりに会えてほんまにほんまに嬉しいです。はい、遠くの後ろの席の方も全部見えてますよ。ありがとうございます。うわわ、お、久々のメンツがいっぱいだ。よく見えますね。皆さん今日は暑くなかったですか？大丈夫でした？暑かったですよね。そうですね、涼しくします。涼しくします。マイナスイオン、マイナスイオンいけ、届け。はい、今回の日本のショーケースのために日本に来たんですけど、今回ホテルでリリカちゃんとハナとエルバで、部屋を使うことになったんですけど、あの韓国でも3人で一緒の宿舎で部屋で使ってるんですね。そうなんですよ、ルーメイズ。そうなんです。 なので今回もリラックスしてこれました。皆さん会いたかったです。ハナと同じ部屋来てきてどう？嬉しい？嬉しい。なゆたん、なゆたん、かわいい。なゆちゃんの衣装かわいい。はい、気がちわるよ。かわいい。ハッツ。私がちわるの。なゆちゃん、よつめてん、韓国語、あ、何や。初めて日本のヘボかよ。最近覚えた日本語なんですか？あ、皆さん、アジャマルスイさん。はい。はい、よろしい。お礼きだり社長。ごめんね。長らくお待ちいただきましたよね。すみません、たわけ。イエーイ。ねえちゃん、はい。지금장난쳤어요？いたずらしました？あ、あじゃ、すみません、たわけ。誰ですか、すみません、センター分けを教えた人。はい。はぁはぁはぁ。すみません、センター分け。かわいいので許します。許してにゃんよ。許してにゃん。おぉ、許してにゃん。あ、ゆれ、うれしてにゃん。おにまー、アップソードヘアジー。うれしてにゃん。오늘부터우리는이랑비밀정원얘기하고있었어요말하고싶은것좀말해주세요여러분어떠셨어요이렇게처음으로보여드렸는데좋았대。皆さんどうでしたか？初めてお見せしたと思うんですけれども、今まで私たちは今日から私たちはと秘密の花園の話をしていたんですけれども、好きなことが言いたいことがあれば言ってもいいですよ。素晴らしいです。すごいねー。花ちゃん、わー、花ちゃん、わー、花ちゃん、わー、すごいねー。あいご、マンネが늦었네。エルバが遅いですね。マンネが아까밀정이라エルバは어디갔어요？エルバはどこに行ったの？여러분아세요？皆さんご存知ですか？おー、あったー、보고싶었죠。会いたかった。はい、今回ケスラセラの準備をしながら、みんな髪の色が変わったと思うんですけど、はい、みんな可愛いですよね。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。オレンジちょっと奇抜なんですけど。いや、似合ってます。一緒の髪色にしてくださるオンリーワンの方々もいて、なんか嬉しいんですけど、髪の毛傷まないかすごい心配してます。
あ、それとケセラセラについて話したいと思うんですけど、あ、ごめんね、どうぞどうぞ。It's okay. あ、大丈夫です。大丈夫ですか？사실중요하지도않아요。ネリカオレンジが됐어요。あ、本当に重要ではないですよ。저는ビタミンオレンジ인데、ネリカ지금정신그냥オレンジ됐어요。ビタミン。ビタミンオレンジなんですけれども、全身オレンジになりました。ホームランセットですよ。さっきからビタミンリリカパラセットですよ、皆さん。パラセットですよ。パラセットあるんだよ。私は水色になりました。青になりました。ファイセック、チームファイセック。嘘つかないでください。青じゃないよ。嘘つかないでください。言うことないよ。あ、言わないよ。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 はい、そしたらケセラセラについて喋っていきたいと思うんですけど、はい、ケセラセラをレコーディングするときに、んーまあのパートがあるじゃないですか。アラちゃんとリリカちゃんが担当したと思うんですけど、レコーディングのときどうでした？アラちゃん、アラちゃん、まあ、入って。あ、私、はい、あ、はいはい、あ、実は最初にん？うん。뭘 마시는 거야？あ、実は最初にレコーディングを始める時はたくさんの時間がかかると思ったんですが、実際にレコーディングを始めたら、いや、すみません。すみません。ごめん。あ、말해도오케이。말하면뭘 마시는 거야？괜찮아。keep going. Okay.5回程度でレコーディングを終わったと思います。そうなんです。さっき集中できなかったと思うんですけど、アラちゃんはすごい早く終わった、5回ぐらいで終わったんですけど、私はすっごいたくさんしました。なんか15回しました。初めはうまいやろと思って、うまいやったらいいやろと思って早く終わるのかなと思ったんですけど、やっぱり録音するってなったらすごい難しくて、すごい時間がかかりました。私ね、レコーディングするとき本当に楽しかったです。楽しかったです。はい、それではミュージックビデオの撮影で楽しかったことも話してみましょうか。怖いよ。あ、ミュージックビデオを作って、あ、リリカちゃん、おー、ね、ミュージックビデオを私はミュージックビデオの時に、あの子犬のワンちゃん、子犬のワンちゃんと一緒に撮影したんですけど、皆さん見てくださいましたよね。はい、はい、ありがとうございます。その時に気温が34度ぐらいで、みんなすごい暑かったんですね。暑かった、頭頂、うーん、暑かった、暑かった。かわいいワンちゃん、かわいいワンちゃんのおかげで暑さも忘れて楽しく撮影できました。はい、私たちがミュージックビデオ時、あ、撮る時、本当に暑かったです。暑かったです。그래서저희엄청많이검정색블랙됐어요。맞아요。なので私たちすごい真っ黒になっちゃいました。모든멤버들이다탔어요。맞아요。メンバー全員が焼けてしまいました。지금화장하면얼굴이랑몸이피부색이달라서 그래서이렇게까만아이리완도많이사랑해주세요。なのでお化粧をすると顔とあと体の方の色が違うんですね。ですけれども、皮膚の色が黒くなってしまった、そんなアイリーワンもたくさん愛してください。はい、さあ見た。それではポイントダンスをもう一度ここでお見せしましょうか。はい、いいですね。はい、ファンの方々もチャレンジでたくさんご覧になったと思いますか？はい、こうやって私たちが前で実際に踊るのは初めて、はい、そうですね、ご覧になるので一度お見せします。誰かお礼を見せましょうか。見せましょうか、うん、いいですね。いいですね。ポイントダンス担当はリリカだから、リリカだよ、リリカだから、あ、リリカがお店に見せますか。ね、はい、ありがとう。センター、はい、あ、はいはい。じゃあポイントダンスを
お教えします。私たちが3つポイントダンスがあるんですけど、1つ目は2つの指、2本の指でこうやって前にかけて、自分へから2回丸を描きます。その後にケセラセラムラやるときにこの手で9、大文字の9を描きます。おーすごいね、知らなかったですよねこれ。9です、大文字の9を描いて、ラーフ。3個目は一番有名なやつなんですけど、トゥーくん驚いた、そして左、後ろ、右、前、おートゥーくん、トゥーくん、よらなしんだ、そりが、お、みんなすごい上手です。すごいです、すごいです。さすがアイリオンでオンリーワン、역시オンリーワン、역시さすが最高最高最高。うん、振り付け本当に簡単ですよね。はい、そうですね、イージー。は、今度みんなで一緒に踊ってみたいです。すごく面白そうです。そうですね。はい、それではオンリーワンの皆さんもご覧になったと思うんですが、アルバの皆さんご覧になられましたよね。はい、そしたらちょっとアルバムの紹介もしようかなと思います。とアルバムお願いします。ありがとうございます。お願いします、お願いします。はい、2人1セット。はい、トミヤシ、トミヤシ、はい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 、うん、降りた、うん、はい、今回は、今回に引き続き、前回に引き続き今回は正方形のアルバムとなっております。はい、お、他誰が出ましたか。はなちゃん、うん、もう、あらちゃん、お、はなちゃん、お、もう、あらちゃん、やばいよ、はなちゃん、アイカッシュ、私とロナちゃんです。おー、ロナちゃん、私は、はなちゃん、はなお兄ちゃん、あ、エリカちゃん、なゆちゃん、なゆちゃん、日本人で、なゆちゃん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 、出ました。エルバちゃんもないですか。エルバちゃん、おっそ、ありません、ありません、ありません。ごめん、あって、オンリーワンあって、女性用箱は、おい、じゃあ何人でオンリーワンのレーションにちょうだいって言ってみれば、ください、女性用、あ、女性用、私と花いるんで、はい、バレットテヨ、バレットテヨ、はい、言いたいことがあるんですけど、いいですか。はい、いいですか、もちろん。あ、私は얼마전에プレゼント받았다。少し前にプレゼントをもらいました。그것은바로아라엽서19장。それはまさにアラのハガキ11枚。すごい。素敵なプレゼントですね。예、はい、네。아、はい。나는하나도받지못나는하나도찾지못했던나의얼굴받았습니다。私自身は一枚も探すことができなかった私の顔をもらうことができました。プロった、プロった、うらやましい。열정이상받았어요。똑같은선물로저랑엘바똑같이받았어요。10枚以上もらいました、プレゼントとして。はい、今回のアルバムは、青と黄色で構成されていて、すごく夏らしく爽やかなパッケージとなっているので、皆さんも家に飾ったり鑑賞したり楽しんでください。本当に可愛いです。私が水色がすごく好きなんですけど、今回水色だったの大満足です。アルバムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。안에표지훨씬더예뻐요。사랑할때사랑하피어라때보다훨씬더예뻐서이거는구경해주세요。この中の表紙なんですけれども、とっても可愛いんですね。ラブインブルームの時にもずっとずっと可愛くなっていますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。はい、このまま預かってもらうのはちょっとちょっと心しいので、待って、はい、どうしますか。わからない。何しますか。それが、はい、それは私たちが簡単なゲームを用意したんですけど、オンリーワンのみんなやってみますか。
進行しようと思います。ファンの方々準備はできましたか？お見事、準備させてます。よく考えてくださいね。正解を当てた方にはプレゼント、プレゼントもあるので頑張って参加してください。頑張って、頑張ります。はい、そのプレゼントに私が一番遠くから来たという人いませんか？お、黄色の方、どこから来ましたか？はい、マイクお願いします。一番遠くからいらっしゃった方にもマイク、マイク、コモン僕より上手く見るけど、ロッケある。声がどれだけ大きいんですか？地声で言おうとしたんですか？お、熊本よりも遠くから来たでっていう人いますか？ということで、ぬいちゃん、はい、しましょうか。あ、一番遠くからいらっしゃった方にはプレゼント差し上げないと。遠くから私たちの身に来てくださってますか？あ、パパスから今からですか？まあ、あ、あ、テーマリーはそう、はい、すごい、一番遠くから。お疲れ様です。あ、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 はい、どうぞ。サムリー、ボエヨ、サムリー、パロー。質問なんですけれども、プレゼントって何ですか？アルバムです。わたし、アルバムです。言っちゃった。あ、あ、あ、はい、それでは、ゲームを始めてみましょうか。はい、はい、はじめの質問が何でしょうか？何でしょうか、はい、何でしょうか。はい、ID1 の夏の新曲、ケセラセラの曲の長さは何分でしょうか？手を挙げてください。手を挙げてください。早く押して。噛んでもいいので手を挙げてください。あ、でよ。あ、ポメアンでよ。ダメですよ。ポメアンでよ。お、パ、パド、パヨ。見たらダメですよ。見てもいいですよ。はい、チェック、チェック、チェック。早く、早く。早く、早く。早く、早く。スピードイス。あ、グッズ。今、スピードイス。お、お、はい、はい、どうぞ、どうぞ、お、ここ、うん、お、マイク、マイク、マイク、三分十七、ブーブー、十八、お、お、クリー、前の、前の、水色のね、あ、何で惜しい、惜しいです、惜しいです、あ、惜しいです、前の、黒の。正解！ありがとうございます。お、アルバムもらいました。はい、こんな風にやっていくので皆さんどんどん手を挙げて答えてください。はい、次の質問お願いします。ででん、じゃあハナモン。はい、アイリーワンの夏の新曲はケセラセラです。ケセラセラはどこの国の言葉でしょうか？はい、ケセラ、ピンクの、はい、スペイン語。おー、ファイティーチームネットよ。はい、どうせよ。私たちのコンテンツ午後アイリオンでライアーゲームの回で最初のリアーだった、ライアー、ライアーだった、リアーだった人は誰でしょうか？お、こちら一番右の方。早い、早い、読みたい人、ロナちゃん、ケセラセラ、個人地、個人地、イジャーで、ロナが着ている服は何、何色でしょうか？コロッティーザー。お、白の方、歯茎の白い方、歯茎 T シャツ、白、あ、にゃにゃにゃ、コプリティーよ、白、ヘアルックです。おぉ、正解です。白色、正解です。すごい、早い。はい、次、そしたら
エヴァちゃん読んでみましょうか。はい、おケセラセラの歌にケセラセラは何回出るでしょうか。はい、ケセラセラの歌にケセラセラは何回出るでしょうか。お、はい、おお、お前の方一番最前列です。お、かわいい。ハンデイ列の二つぶくりの、はい、お願いします。4回。違います。ヒントはすごいキリのいい数字です。ちょっと待って、手上げてみて。あ、後ろ後ろ、うちは掲げてる。はい、ケセラセラララ、どっくん15回。あー、惜しい。あー、キリがいい。うわ、ピンクのしんちゃん、しんちゃん、しんちゃん。お、ヒントピン、お、意味、あ、10。正解です。私たちも10回だって知りませんでした。はい、このようにゲームをしてみたんですが、皆さん楽しんでいただけました？ちょっと難しかったですかね。そうですよね。そしたら次はもう最後になってしまうので、みんな一言ずつコメント言っていきましょうか。めいちゃんからお願いします。あ、ロビンブロンから今回のケセラセラまでタッコさんの愛をくださってありがとうございます。これからももっと頑張るアイドルになるので、これからも一緒にいてくださってますよね。あ、いてくださいますよね。はーい。ありがとう。はい、このようにすごいたくさんの方が来てくださると思ってもいなくて、最初こういう風に舞台上がってきた時にすごくびっくりしました。本当にオンリーワンの力でアイリーワンが頑張れていると思います。本当にありがとうございます。これからも幸せを届けれるように頑張るので、たくさん応援よろしくお願いします。大好きです。バイバーイ。オンリーワン、今日はたくさんのオンリーワンと会えて本当に嬉しかったです。来てくださって本当に感謝しています。私にとってオンリーワンは太陽のような存在です。いつも明るく私たちを導いて照らしてくれて本当にありがとうございます。おかげでしんどい時も頑張ろうと思います。今日こうして日本のショーケースでお会いできて本当に光栄ですし、これからもどんどん頑張って、もっとオンリーワンの自慢になれるようなアイリーワンになります。これからもたくさん愛してください。大好きです。あらちゃん。はい、幸せ、幸せいつとるの。私たちアイリーワンの見てもしやちなちょ涼しくてエネルギーあふれぬる残りの夏をお過ごしください。あ、これからももっとたくさんの愛を差し上げられるように努力するので、見守っていてくださいください。サマーちゃんさん、最初のところサマー青春、サマー青春ドルです。ごめんなさい、サマー青春アイドル、今回のタイトルキュルケセラセラを聞きながら、うん、幸せで涼しい夏を過ごしてください。愛してるよ。はい、じゃあ今回のアルバムのタイトル曲を聞かないといけないじゃないですか。気を持ったよ。かわいそうですよね。はい、それではケセラセラをお聞かせします。ケセラセラ、掛け声、あ、掛け声知ってますよね。知ってますよね。一緒にしてください。知ってください。 GO!実際見るの初めてですよね。日本初めて。
ファンの皆さん、オンリーワン、ありがとうございます。ありがとうございます。
好きです。